二人静香は、占領家茶蘭族に属する、多年草の一種である。茎の上部に巨子を持つ二三体の葉が大成し、一五本の果樹をつける。花は花碑をかき、雌しべは白色のおしべで包まれている。日本を含む東アジアに分布する。有毒であるが、中国では薬用ともされる。和名の二人静香は、日本の果樹を能楽。 二人静かに避ける、生御前とその亡霊の舞姿に例えたものである。横に這う短い地下形から直立系が単成、または数本創生する多年層であり、高さ30、60センチメートル、茎は緑色で無能。葉は耐性し、下部の三、四体は小型で三角形の鱗片葉であるが、上部の二、三体は大型の普通葉であり、 石棺は近接して0 5 2トル。普通用の傭兵は、長さ0 5 1 5トル。傭身は、大円形卵状大円形、5172から8トル。表裏とも、無毛で、光沢はなく、紙質。先端は尖り、基部は鋭形。または、やや鈍形。肺には、鋭い挙手がある。傭脈は右上、側脈は68体。 1. 果女をつけた。二人静かクリップに。果女普通の花の花期は4、6月。水上果女が普通調整。時に、脇まする。果女は、長さ2、6センチメートル。普通1、2回分子する。特に果女が多数に分岐するものは、品種、枝打ち二人静かとされることがある。花は、両生毛先が尖った。 長さ0 5 1ト、mm、ルの三角状甲卵形のつとに脇なし、可皮をかく。メシベの脂肪の背側に、オシベがついている。オシベは、白色、三個が合着し、長さに4ト、mm、ル、半球上長楕円型で、メシベ上部を包んでおり、薬は黄色であり、中央列辺内側に2個の薬、左右の列辺に、それぞれ1個の薬がある。の脂肪は形。 長さ約1ミリメートル、中等は短い。夏に、茎の下部の鱗肩葉の溶液から、数個の閉鎖げをつけた細い果樹を伸ばすことがある。花期は6、8月、果実は、単緑色、休憩から投候卵形、長さ2.5、3トル。染色体数は2 n イコール28、30。花は蜜線を描き、あざみうま類、花あぶ類。 甲虫類が花粉を採取するために放火することが報告されている。また自家は合成であることも報告されている。南千島、北海道、本州、四国、九州、朝鮮半島南部、中国中南部に分布している。低山、丘陵地の臨床に生育する。ありがとうございます。